どうもこんにちは、本田です。今日は、まあ、塗りつぶせのコーナーで、本田さんはいつもどんな発信をしてるんですかっていう、まあ、質問がありまして、で、ちょっと、ファッションのコーナーということで、初めての、まあ、エンタメ系の動画を撮ろうと思ってるんですけど、で、今日はちょっとゲストがいます。僕の弟が今日は出てくれるんですけど、どうぞ。こんにちは。本田光輝の弟の本田正樹です。ガチガチで、で今日は弟のファッションコーディネートバトルということで、街行く人に声をかけてどっちのコーディネートがいいのかっていうのを点数つけてもらってバトルするっていう、まあ、すげえくだらない企画なんですけど、やっていこうと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。塗りつぶせ。このコーディネートのテーマは、スタイルがよく見える、いや、スタイルは良いのだというテーマなんですけどまあ典型的なワイラインシルエットで、これウィメンズなんですけど、肩がこうドロップしてて、ドロップショルダーって言うんですけど、ちょっとこう上がダボっとした感じで、でこう下がすぼまってるような感じの、ワイラインって言うんですけど、まあこれを意識して、まあ、今回組み立てました。で、実は結構この色が鮮やかになっちゃってるんで、カジュアルになるとかヒップホップになるんで、まあ、それをこう調和するために、まあ、靴とズボンは黒でシンプルにまとめて、そのカジュアル感をこうドレスの方に寄せてきました。なのでちょっとこれマジで自信あります。まず考えてることは色です。色を僕は特に知識ないので、色を特に意識しました。でまずこれを着たいなって言いました。これを着たくて、じゃあその後どうしようって考えた時に、じゃあこの色に合うんだったら何かな、黒かなとか、まあグレーかなって考えた時にグレーをチョイスしました。で、持ってる服っていうのも考えたかったんで、靴は大体黒が多かったので、黒じゃなくグレーをちょっとチョイスしました。で、それで、黒を合わせて、で、黒のサンダルと合わせて、ちょっと時計も黒で合わせてました。はい、以上です。今日はやっぱ結構人います。結構人歩いてます。うん、こっからマジ声かけなきゃいけないからね。マジタイプマジ新鮮だなこれでもほらもうなんかさ、結構これ普通だからさ、あんまり見られないよ。自分自撮りもこうやってやってるだけだぞ。どっちがやるか。ちょっと頑張ってください。ガチで考えてくれてる。ガチで考えてくれてる。せーの。やった。負けた。さっき72点。64点。73。大事さ。こっちは。16点。8点。うわ、どんなイメージ。どっちが入れますか。じゃあせーので。せーの。うわーっ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 わー出てるのすごい。ロングだけ T シャツを。ロングだけ。どっちで見てますか。せーの。点数お願いします。これはどこがダメだった。スリットとか教えてください。あ、色が暗い。インキャラに見える。なるほど。え、これどこよかった？選べたら、リュックじゃない。俺もリュックしょってんだけどな。顔関係ない感じね。参りました。せーの。やったー。で、50点と30点。60点。
こんにちは。これは逆にこれがパリパリでなったら、なかったら、おお、なるほどね。しわ。そうね、これは、まあ、ちょっと形で遊んでて、白と黒モノトーンでまとめることによって、この形のカジュアル感の遊びみたいのをこうドレスに寄せてるっていう、まあ、テーマはネオ BK スタイルって感じです。まあこれわかるかな、ちょっとファッション感度の高い人に声をかけようと思ってます。今回は、まあ、さっきと引き続きでちょっとオープンカラー、今年はオープンカラーを取り入れてみました。で、さっきと打って変わってっていうか、もう全身をちょっと黒で統一してみました。このズボンはさっきと色違いの黒のアンクルパンツ、そう、イージーアンクルパンツにしました。はい、以上です。じゃあ行きます。せーの。いやー、マジか。真っ黒だな。え、これ確かに。まあそれはこのなんかこのボリューム感じがこれをしょうとぴちゃんこになっちゃって、このおしゃれとかちょっと見えないかな。逆にお褒めがあれば。でもそんなになるってこと。ああ、何ですか。ゆったりしてとか余裕がある感じ、余裕がある男、なんかその竹の感じ、竹の感じとサンダルっていうのがちょっと違うかなって。違うよそれは。違うよ。80…45 ブランカー、香港の人なんだ。そういうのついてるよ。あ、あ、じゃあ知識言って。あ、OK。エスプリセイブ。Thank you. Thank you very much. Thank you very much. どっちが引いて出ますか。せーのでお願いします。せーの。あ、なるほど。80、60、70と10、60、なるほど。スタイリッシュ系の方が、もう、この細身な感じ、ちょっとダボダボして、だらしないかな。だらしなそうですよね。確かに机の上ぐちゃぐちゃだし。今日は何がダメですか。ダメじゃないけど、どちらが出たのか。ああ、なるほど。的には、真っ黒の、全体的に黒いのがあんまり好きじゃないから、白を入れてる方が良さげに見える。確かに、同じですもんね、白黒。確かに同じだ。なるほど。ありがとうございます。そうだ、同じなのに。いや、でも黒も自分はありと思う。あ、大丈夫ですか。決まりました。はい、ですか。いきます。じゃあ、せーの。おぉおぉおぉ、30点。これがもし彼氏でこうデートみたいになったらマジですか。ディズニーランドとか行けない。いや違った。終わりました。まあ服はちょっといろいろ好き嫌いがいろいろあって、まあどっちがオシャレとかどっちがオシャレじゃないみたいなのもあったんですけど、やっぱり勉強するときとかもその、まあ、髪型とか服装とかなんかそういうことを勉強には関係ないだろうみたいな、結構お父さんとかお母さんとか先生とか言われるかもしれないですけど、やっぱこうモチベーションとかにつながると思うんですよね。だからやっぱり自分の好みの服装とか髪型とかファッションとか、まあ、そういうのを僕は大切にしていったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。でファッションもやっぱロジックってちょっと僕は負けちゃったと思うんで言えないんですけど、ちょっと数学と似てるところあるんで、僕はやっぱりファッションが大好きですね。
あの受験生たちも何か参考になるか分かんないですけど、僕はこの動画すごい楽しかったです。ありがとうございます。まあ、何かあったらいいですか。そうですね、まあ今回こういうの初めて撮ってみたんですけど、まあ、まず一番最初に感じたのが、正解とか不正解じゃなくて、なんかそれぞれが自分がいいなと思ったものがちゃんとあって、でそれに対するコメントいただいたのですごくなんか新鮮で面白いなと思います。はい、また機会があったらやりたいなと思います。そうね、はい、ぜひ。であのファッションコーディネートしてるんで、あのファッションコーディネートしてほしいなみたいな人あったら、あの下の動画説明欄にあのメールのリンクを貼っておくので、あの有料で受けたまりますので、ぜひよろしくお願いいたします。絶対またっていうのは冗談ですけど、何かあのまたこういう企画があったらぜひやっていこうかなと思ってます。それではもう最後まで視聴いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではあなたの質問を募集しています。質問は公式ホームページから。動画に興味を持ってくれたらぜひチャンネル登録もお願いします。前回の動画はこちらからご覧になれます。いつも素敵なコメントありがとうございます。